今日は秋コーデに使いやすいミリタリーのカーゴパンツを紹介していきたいと思います。今日僕が紹介するのはフランス軍の M47 のミリタリーパンツになります。めちゃくちゃ細かく言ったら、やっぱアメカジなのにフランス軍のパンツを入れるのはどうなんだっていう思う人もいると思うんですけど、僕はまあファッションとして考えてるんで取り入れちゃいます。なるべく僕もやっぱ揃えたいですけど、やっぱこの M47 はね、その概念をね打ち砕くぐらいめちゃくちゃいいシルエットしてるんで結構おすすめです。カーゴパンツの形をしてて、シルエットがねすごい太い形してて、とても使いやすいカーゴパンツになります。基本的にカーゴパンツって太めに作られてて、 A ラインをね作りやすいパンツになるんで、トップスに何持っててもねすごい合うシルエットになってるんで、1本持ってるとね、秋コーデをすごい助けてくれるアイテムになります。このカーゴパンツの良さってやっぱこのカーキ色、このカーキ色ってねマジで優秀で、個人的にはもうベージュとカーキはすごい優秀だと思ってて、それがなんでかっていうと、トップスにね何持ってっても合いませんか。頭の中に色を浮かべてください。例えば赤いスウェット、青のスウェット、白も合うし黒も合うし、でもちょっと緑はやりすぎか、ね、合わない色の方が少ないと思っているね、ベージュとカーキなんで、太いシルエットのベージュとカーキはねすごい汎用性が高くてね、僕はねコーデをねすごい助けられる時があります。個人的に好きなのはね黒にカーキかな。黒とカーキのね合わせがね個人的にすごいかっこよくて、結構しちゃいます。で、今から僕がこのカーゴパンツを履いてコーデを組んでいる動画を流していきたいと思います。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあ、カーキはね間違いないですよね。デニムジャケットも持っていけるし、緩いカーディガンと合わせたりするコーデも好きだし、まあスウェットは鉄板ですよね。ファッションをね興味持ち始めたお客さんからよく耳にする言葉があって、いろんな色のアイテムを集めたいっていう言葉よく聞くんですけど、ベージュとねカーキはね一旦持っておくと、トップスをね何買ってもね多分あんまり失敗しなくなると思います。お客さんの傾向とか、まあ個人的にもそうなんですけど、ファッションに興味を持ち始めた時って結構トップスばっか買いがちなんですね。でパンツをおろそかにして家にその服を持って帰ったら合わせるパンツがないっていう現象が結構起きると思うんですけど、ボトムスとかパンツをねたくさん持ってるとね、トップスをね選びやすくなるんで、いろんなカラーのボトムスをね持ってると個人的にはねおすすめです。ミリタリーパンツもねいろんな種類といろんなシルエットがあるんですけど、僕ベイカーパンツとかもいろいろ履いてるんですけど、この M47 をねすごい男らしいねシルエットを作るのにはね、僕個人的にはすごい最適なミリタリーパンツになってて、結構ずっしりしててね重厚感もあって、個人的にはね好きなアイテムです。皆さんも秋に向けてカーゴパンツを探してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。